魔法使いくんと OL さんは著者は国伝問題による漫画作品。月刊4コマ漫画雑誌、萌え4及び漫画タウンオリジナルにて連載されていたストーリー4コマギャグ漫画である。魔法使い医師だとひょんなことで出会った OL、良子の生活を描く4コマギャグ漫画で萌え42005年6月号より連載開始。不幸にも掲載し、 萌え4は2005年8月号をもって休館となってしまい、同志での掲載回数はわずか3回に終わってしまった。ものの、国伝自身の人気によってか、同社の別雑誌、漫画タウンオリジナルにて2005年10月号より、連載が継続されていたが、2006年6月号をもって同志における連載を終了した。単行本は、死書房より刊行されていた。彼氏にられて、焼け酒を煽り、 記憶もないほどの状態で目覚めた朝、良子は奇妙な人物が彼女の布団にいることに気づく。医師だと名乗るその人物は、自分は魔法使いだと言い,い、良子と地の契約を交わしたと告げる。この物語は、そんな医師だと良子をめぐる日常を描くギャグストーリーである。ありがとうございます。